じゃあ今回の企画なんですけど、このために作ってきたものがありまして、題材がですね、クイズ調子エースということで、僕、実は調子エース新潟の時にいろんな選手にインタビューをしたんですよ。で、そのインタビューした内容の一部を穴埋め形式にしまして、それをあなたたちに答えていただくということで、全8問ですね。内容とかで今度はやった方が早いんで、やりましょうか。はい、じゃあ第1問です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日何使いました？アガバン。1戦目何やったか？マジックメクレイです。マジックメクレイド。2戦目はダンタルサガ。ダンタルサガで、3戦目はテレスコテレス。テレスコテレスか。あー、なるほどね。さあ問題。いや、ごめん、これ俺知ってるかもしれない。あ、マジっすか？いや、俺当日このタイミングで多分動画。あー、なるほどなるほど。まあまあ、絶対山田さん以外の3人で戦う形で、これ万が一山田さん外したら山田さんも参戦になります。だから俺マイナスだけあり得るってこと？そうだね。うわっ。まあ、じっくりの赤たんでしょ。あー、4択か。でも4分の1なんか。いや、ちゃんとなんか表情とかそういうのをやっぱ観察しとかダメだよ。やっぱテンション低そうだったらさ。いや、低そうですし、あれだし。いや、でもじっくりはね、人の動画だったらちょっとテンション高めっちゃ。いや、0-3やったらもっと逆にテンション高いはずやから微妙ないんやろな、たぶん。まあ1-2か2-1、3-0やったら自信持って3-0って言うはずやから。はい、で、書きました。いや、どう。1戦目マジックメグレードは引き強すぎだろ。マジックメグレード、それあれだよ、テクニカル悪口とかもさ。いやマジックメグレードに対する悪口だろ。いや、これ引き強すぎか。はい、じゃあ山田さん以外の3名どうぞ。せーの、1-2 1-2 1-2。はい、山田さんが3-0とか言ったら気づいて、これで。じゃあ正解の方見ますか。で、何勝何敗？3-0っす。おー、マジで。3-0でございます。嘘つくなよ。はい、じゃあ続きまして第2問です。どうしてかったんやろ。知らないのが聞いたかった。ダンタルサバに勝ったんだ。やめとる。いきます。はい、勝てたデッキはどれ。1勝3敗でとかじゃない。今日何使いました？赤弾。なるほどなるほど。自分は1-2です。ああ、はいはいはい。1戦目が、ドゥームサガ。2戦目が青白ライオネル。3戦目はアポロヌスドラゲリオン。ああ、これ、ああ勝たれて、この中から1個しか勝ってない。はい、この中のどれかに勝ちました、赤弾使って。いや、これさ、なんかちょっと引っ掛けだよな。まあ、めっちゃライオネル見たいけど逆張り。いや、それだ、マジで。この問題絶対ライオネルやろ。ライオネルすぎ。え、順番にライオネルなんてやばいな。それで、俺もここでは聞いてないね。いや、あの表情で言うってことは、そうか、でも。あえてのを言いましょう。あ、まあ、もっと全員いいか。はい、じゃあ行こう。せーので。ライオネル、ライオネル。アポロ。おー、ばらけましたね。じゃあ、正解発表見ますか。サガに勝てました。あー、なるほど。普通に勝ってるやん、ズームサガに。いや、もう、普通、マジで。普通すぎる、ガチで。普通に勝ってる。ここであえて普通を一回流すんですよね。すまんねー。読み読み。クイズですからね、これね。すべて手のひらの上。ライオネル貫通しろよ。いやいや。はい、じゃあ行きます。土井さん、それぞれの使用デッキは。ちなみに、戦績はどうですか？ 1-2 です。2-1。2-1。おーおーおー。いや、で、なんかめちゃめちゃアポロいる気がするんだけど、どうなんだろう。なんかやばいらしいっすよ。アポロしかなくないですか、マジで。アポロ、だって、つばいさんがアポロアポロで0に。やばすぎ、やばすぎ。ちなみに使用デッキの理由は、ちょっと本当に恥ずかしいんですが、練習する時間があんまなくって、一人で練習できる、一人バーシデッキ。なるほど、なるほど。うん。楽。うん。と、しか持ってなくて、取られたんだ、使ってます。あまりもんです。まあでも、勝つ気はありますよ。ええ。絶対優勝。はい。さあ、どうでしょう。それぞれってむずくね。そう、それぞれ。これ3人当ててください。あれ、当てるごとに1ポイントです。え、これあれっすか？同じデッキかぶるっすか？そう。そう。なるほど、なるほど。まあでも、一応情報で分かってるとして、こことここが違うのは明らかですよね。そうですね。なんか2つ持ってて、あれだから、これは難しいな。まあ、ちなみに一応言っとくと全部環境には有利です。なるほど。はい、じゃあ全員オープンでどうぞ。はいはい、ドゥームサガ、アビス、アカタン、アナジャ、アポロ、ドゥームサガ、アポロ、サガ、アナカラジャ、アアポロ、アポロということで、正解いきます。ここが、はい、アカタン、アポロ、はい、オービーということで、いいか。ずっとアポロですね。アポロ真ん中。真ん中アポロだった。ああ、でみんな言ってんか。みんなアポロ楽だと思ってる。アポロ楽ですか。楽楽デッキだよ。まあまあそうだね。なんで赤さんとアポロしか持ってない。皆さん1ポイント違う。いやマジで。あれ黒すぎ。最初アビスかなと思ったけど、あ、逆に多分使わないんだと思った。逆すぎ。じゃあ今行きます。使用デッキは。
それぞれの当たった相手を教えてほしい。1回戦目佐賀、2回戦目と穴からジャオガ、おう、3回戦目青白ライオネルで、結果が0-3 え、ちなみになんでそのデッキ使うと思ったの？え、優勝したいから。あー、なるほどね、うん、優勝するならこれしかないと思って。なるほどなるほど。さあ、何？え、なんだっけ。え、俺知ってると思うよ。え、いや、でも多分俺も、え、多分知ってる。え、もうあれじゃないの？優勝したいんでしょ。これだった気がする。佐賀、アナジャ、ライオネル、ゼロか耳打ち予算だったんだ。はい、じゃあ、せーの、ドン。ダンタルサバ。ダンタルサバ。ダンタルサバ。同じで優勝する気はあるだけで。え、ちなみに今日は何に行ったの？佐賀です。あー、そうなんだ。まあまあまあ、佐賀なんで、なんとか佐賀の正解です。逆に佐賀になるかな。やっぱね、なかなか気を照らった回答ってのはね、生み出されにくいです割と順張りが多い。ミラクルがないと。割と順張りが多い。だからみんな別に真面目に大会に出ているから。でも、で今で問題の前に言っとくんですよね、今ね。そう、そういうこともある。はい、じゃあ続きまして、トイ5問です。対戦相手の使用デッキは何？むずっ。お疲れ様です。お疲れです。え、ちなみに今日は何を使われました？今日は青魔道具を。青魔道具使いました。ほう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 。次の4戦目がまさかの視聴者で、今日アーチーさんの動画見てこのデッキ使ったんすよって言われて、ああ、へーって思いながらやったら、まさかの4ターン目にで俺の新世界がぶっ飛んでいき、5ターン目に結構長い。 GG さあ何でしょう。4ターン目に世界が飛んでいく。え、で5ターン目に負けるんやろ。そうだね。逆に、え、青馬使ってあれだよね。侍がまだないんだよね。はい、ないですね。侍がないんだよね。え、まさかのって感じでしょ。だってまだ対戦相手が視聴者かつこのアーチーチャンネルの動画を見てデッキを作ったと。マジ？いや、俺この時期のアーチーチャンネルちょっとめっちゃ見たんだ。いや、俺何も見てないな。アーチーチャンネルの動画に出たデッキの中から、え、これで遊びたいってちょっと思ったね。新世界を飛ばす。そう、その中から新世界を飛ばすギミックが少なくとも入ってるんですね。飛ばすかも。飛ばすかも。え、まあこれかな。え、で5ターン目に死ぬんやもんな。いやー、じゃあ俺これかな。え、5キルか。え、多分これだと思うなっていうのはある。2ターン目に勝てませんか。え、マジちょっとなんか来ないやつだもんね。でしょ。結構な勝つの結構やつだね。これのがその時見た一番印象に残ってるアーティーチャンネルか。はい、じゃあ最後で揃ったようなので、はい、せーの、オープン。青白レバージャイアント天文ヤオシーダオンということで正解見ます。あ、天文あるな。うわ、天文ありそう。次の4戦目がドロマー天文。はぁ、あ、天文です。まあまあまあいいでしょう。天文で正解としましょう。え、これも正解じゃない。それはダメですね。ダメか。リクタイプが違う。あれだろ、ジャショータイムからさ。あ、そうそう。イザナギテラス、ジャショータイムで飛んでいき、両端にウェルキウス、ゲンメグラでしょ。全ジジで。ツイートも入ってて買ってた。あ、ツイートしてたわ。ツイートしてた。いや、言われてみたらそうだわ。そう、ゲンボー。ないね、ジャイアント。じゃあ、ここまでがまあちょっと有名人枠ですね。有名人じゃない枠。有名人じゃない枠言ってます。一般枠持ってる。これがマイクなんで。ハンドルネーム何ですか？あ、米残響界隈です。使用デッキは何ですか？使用デッキ赤ワポロス。赤ワポロ。はいはい。1回戦から戦った相手の戦績教えてもらっていいですか？さもない。彼の最終戦績は何なんでしょう？走り切ってるのか？あー、わかんないです、それは。0-3 まであるわけで。そう。いやもう、一応結局8回戦ですよね。8回戦です。全てが終わった後にインタビューできます、これは。この人はもうこの質問の時点で、ま、あ、もう終わってます、まあ、でとりあえず優勝した人ではない。まあそうですね。それはそうですね。え、予選上がりって何本でした？6人以内があるんでしたっけ。6人の勝率。6人のおこだね。6人のおこです。まあ、だもし128以上だって予想するんだったらそれでもいいですよ。それはベストいくつって書き方でも。ああ、なるほど。します。ああ、その書き方の方が得だよ。まあそっちで予想するならね。そっちの方が強そうですよ。え、むしろさ、予選抜けたのにさ、戦績当てたらさ、プラス1000。ああ、いいよ。予選抜けたのに戦績当てたらプラス1000にする。、まあまあ予選抜けてたらね。いや、勝ちに行くわ。はい、じゃあ行きます。せーの、7-2、6-2、8-0、6-2落ち。はい、じゃあ行きます。逆に80。いやいや、急に持っとったからこいつくれます。1回戦がハザード対価。先にハザード出されました。それは終わりだな。触ってるわ。はい、打ち負けスタート。はいはい。で、2回戦が青白ライオネル。青白ライオネル貫通で勝ち。おー、いいっすね。はい。で、3回戦がサガス。おー、はい。普通に殴って勝ちました。あー、勝ちました。はい。で、4回戦が惜しい当たりました。4回戦が惜しい。はい。対戦相手の方がちょっとミスってくれて。あー、なるほど。ラッキー、ラッキー勝利。はいはいはい。で、5回戦がキラスターズ。おー、はいはい。賞味おおむね負けだったんですけど、対戦相手が盤面を取りに来なくてそのまま縦に突っ込んできてくれたわけで、しかもジャスキルない状態で殴ってきてくれて、そう、勝ち込み2枚が回答になって
で、引いたの？強すぎだろ。メタ超えて勝ちました。はいはいはい。6回戦が？6回戦が、ゴシーコントロールス。で、勝ち。で、そのまま勝ちました。7回戦が、OB メーカー。OB メーカー。魂度、勝ち込みで乗せて、そのまま3ターン。あー、3ターンね。はいはいはい。ラストが、8が、穴からジャオーガで、負けました。なるほど。で、6-2で、はいはい。そうですね、1回戦負けと最後負けで上がりました。上がったの？上がりました。どうでした？本戦は。本戦は1回戦、その後手スタートだったんですけど、はい。1回戦穴からジャオーガに、はい。後手3で走って勝ちました。おー。え？ってことは？ 64。64。おー。で、2回戦が？で、2回戦が、あの、赤黒テレストテレプ。あー、無理だな。あー、無理ですね。無理したね。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。7-3。いや、だから俺、バカ惜しいやん。7-3です。え、でもこれ予選で確定率合ってるね、最初に。あ、そう、あの、これ、ちゃんとよく見たらね、分かれる人がいまして。そう、最初に、あの、最初にここに来たのを、そう、見つかりました。そう、この時点で俺も。そう、偉い。いや、これに気づけるかっていうゲーム。あ、破体験さ、これに気づいた時点で128以上確定なんですよ。そうですね。だから俺、7-1で抜けて、本戦1回戦で負けて7-2だったよ。惜しかった。え、じゃあちょここに気づいただけでも偉いから0.5あげます。よっしゃ、2.5だ。はい、じゃあちょっと第7問いきます。え、対戦相手のプレミナイト恥さらしやんけ。潮時は赤タンです。これまでのあの勝ち負けの対面教えてもらっていいですか。1回戦目が赤黒テレスコテレスにボコボコにされて負けました。終わりましたね。2戦目が青黒サガループでした。サガループは赤タンいけるんで。さあ問題、相手のミスを指摘してください。何の情報もないやん。相手が、まあ、こっちが赤タン、相手が青黒サガ、相手がどういうミスをしてこの一般人が勝ったか。あ、勝ったんだね。さすがに。そうですね、相手のプレミ内容を教えて。あ、これのおかげで勝ったって本人は言ってましたね。ちょっと理事を下に見てこれ書く。シンプルアルシャ。シンプルアルシャ。順番に行く？あ、そうですね。これちょっと一つ続きますか。中指さんからどうぞ。ウォズレックにウサブレラを残した。なるほど。どうぞ。シンプルにウサブレラに気づかずループスタートした。あー、はい。おー！ダメじゃん。どうぞ。キューブリックのアオブス。あー、はいはいはい。ケルガにあるサゴ捨てなかった。なるほど。それは長いだろ。これいいわ。これいい気がする。いや、俺これだけの気がする。せっかくいきます。これある気がするわ。サガループは赤タンいけるんで、ウサブレラ出して勝ったんですけど、向こうが開けるかを間違えてウサブレラで打ってくれたおかげで、ギリギリ拾ったみたいな、結構しょうもない勝ち方しました。それマジかよ。このカードを、それに向かってアゲルカを打ったせいで、相手が一旦パスして勝ちましたと。しょうもなマジで。ウサブレラがアゲルカ。でもまあウサブレラ見落としてはいるので 0.5 与えます。あ、マジでよ。まあウサブレラの効果は確かに確かに確かに。部分点。まあ部分点は付与しましょう。え、ちなみに今何点ですか皆さん。2.5 おー、もう最初問題ちなみにもともと想定2点だったんで。お、じゃあ誰でも頑張ってください。誰でもまくれる。ちなみに2点なだけあるよ。ちなみに2点なだけあります。バルキリアスブザしても。2点なだけあります。バルキリアスブザしても。さっきのリテのやつも2点でいいけど。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。ハンドルネーム教えてもらってもいいですか？ケローナです。ケローナさん、はい、ハンドルネームの由来って何ですか？実は僕、海外の大学に留学していまして、はいはい、カナダの大学に留学してるんですけど、はいはい、大学がケローナという都市あー、なるほど。あるので、ケローナってところだから、あー、ケローナと。なるほど、なるほど。はい、そういうこと。そうですね。教師をしたで教えてもらっていいですか？推測してもらうしかないね、もう。ケローナ、カナダ？カナダからの使者が、あの、今日この調子で何を使ったかっていうのをちょっと皆さんにやってもらう。え、じゃあ1個だけ聞けないんですけど、あの、納得できます？納得できる？いや、よくわかんないわ。え、答えてた通り納得できる。でも、その、あの、大丈夫、あの、存在、あ、なんつうの、うわ、知らねえよではない。ああ、そう。知らねえようにはならないです、大丈夫です。よし、お待ちください。完全にこれ。完全にこれ。完全にこれ。自信があります。俺できました？自信があります。え、カナダで？カナダのめっちゃ有名なデッキあんねん。え？カナダといえばこれっていうデッキあんねん。もしかして知識ゲーやったこれ。いや、え？え、それガチだ。カナダは絶対にこれ。ほんまに。いや、わからんよ。マジで。え、カナダ？カナダ。カナダ人は全員これ使ってる。いや、とりあえずもう直感で言った方がいい。環境デッキですか？それだけ聞きたいです。あ、環境にいるデッキです、間違いなく。環境にいるデッキなんですね。間違いなく、高知派閥のランキング作ったら絶対にその環境表の中には絶対いる。え？絶対入ってないこれ。え？絶対入ってないデッキ考えてた。え？え、なんだろう？いや、わかるわ。いや、わかる。これが高知派閥のランキング入っていたかどうか定かではないけど、絶対カナダ人はこれ。うん、カナダ人はこれだわ。
とんでもない人生が。カナダ人ではないよ。留学してるだけだから。カナダに留学したらその時を使いたくなるガチか。でもカナダ留学してる人の7割は多分これ使ってる。いやむしろあれだよ。留学してる人の方が元々のカナダ人の人よりもカナダ意識高いから多分。リーダーってもうビクトリーカスト出てましたっけ？出てない。でもカナダは出てるかもしれない。カナダ。先行販売。許されるって分かんないですよ普通に。いただきます。はい、せーの、ドン。穴からカナダ流穴からジャオが。カナディアンね、これカナディアンスレッショルドってこれ MTG に攻撃があって、うん、めちゃくちゃもう一番なにマナのクリーチャーでボコボコ殴りながら相手のマナを破壊するっていうすごいクロードコーンのデッキっぽいシーズンちょっと待って、一回行こう入る、まあ、こう食べたのランキングいや、入んないですよ当然入んないですよ。いや、俺はその話聞く前に入ってるから。おー、はい、それは、あ、面白いよね。今日勝者で今日教えてもらっていいですか？青黒ダンタルサガです。青黒ダンタルサガ、ゴリゴリだね。うーわ、よく当てれるな、これ。ちなみに一応もう一個あるっちゃあるんですけど、これ山田さん知ってる気がするんだよな。マジで知ってたら自己申告してください、はい、一応、まあ、スペシャル問題、はい、はい、ハンドルネーム教えてもらっていいですか？ハンドルネームクォーターです。クォーターさんですね。はい、お願いします。はい、はい、くだらねえこと聞くなよ、マジで。これさっきのカズノのこれ使うべき問題だろうな。いやじゃあこっちの方がインパクトが強かったからあっちの問題が使用デッキになったんだよ。見たな。ヤリさんからいきますか。はい、パーフェクトウォーターが好きだから。あー、なるほど。ウォーターからクォーター。いや、クォーター入ってるから全部クォーター。パーフェクトウォーター。いや入ってるから。気色悪い略し方のあれやとりあえず答えではなかったようだ。どうぞ。チャンネル登録者がデュエチューブのハンドルだった。おお、クォーターだったらすごい。クォーターだか。四つ子。四つ子。ああ。四等分の。じゃあハンマーでにって四つ子。ちなみにこれ正解はクォーターだからなんですよ。おお。で、じゃあちょっとこのままいきましょう。はい、何がどんだけで何がどんだけでしょう。ああ。配分。配分ですよね。だから母父のどっちかが純正でその血統なんですよ。で、もう片方が片方をなんとか片方。そうですね。4分の3は同じなんだよね。そう、4分の3は同じです。じゃあジャパンの母親とアメリカと日本人の母親みたいな話で、そういうことですの配分を当てないといけない。この配分を教えてください。じゃあ、ゆかりさんからいきますか。せーの、はい、 1.5、0.5。あ、まあだからあれだよね、日本が4分の3で韓国が4分の1と。はい、どうぞ。いや、これカナダなんですよ、多分。あ、日カナダ。それはちょっとでも日カナダ。日カナダ。日インド。ああ、インド。正解は、ハンドルネームの由来って何かありますか？お母さんが中国人で、はい、お父さんが中国と日本ハーフなんですよ。だから中国人。あ、4分の3中国ってことですか？そうそう。ああ、逆にそっち。あ、クォーター、クォーター日本人なんですね。そうです。なるほど、なるほど。逆の逆すぎる。そっちや。日本の方がクォーターでした。まあ、アジア系だなとは顔見て思ってたんですけど、そっちはやべえやろ。というわけで、優勝カズル、調子いいです、優勝です。いや、この手の企画は順張りが強いよ、基本的に。まあそうですね、順張り該当アンケートをそのまま問題にしてるからね。インタビューですもんね。勉強だったわ。